無茶した会話あった。そうか。お前ひょっとして本当に人魚だったの？どうやったらそんなバカな夢を見れるの？俺と一緒に世界に行こう。あら、俺の気持ちはあの頃から変わってねえ。凛と泳ぎたい。チームの横で泳ぐ度胸のない奴は来ねえか。どうする？いつもすぐ脱ぎ始めるのはどこのドレスだ？嘘。そのためだ。俺が熱くしてやる。お前のおかげで未来に向かって歩き出すことができたんだ。なぜ今になって水泳を諦めるなんて言うんだ？待て待て待て、話が見えねえ。俺たちも行こうぜ。違うのか？ちげえよ。よかった。お前は俺の血に泳ぐんだ。あれ、気分はどうだ？あれ、驚くほど落ち着いてるし、この先に世界が待ってる。なってんじゃねえか、熱くよ。別にすまんよ。10個だ、売り切れた。ヘイ、なんて言ってるんだ。いいだろう、よくない。見たことのない景色は、カルタスで見たことの景色を超えられるのは、いないね。ちょっと春に用があっただけです。いねえみてえだから帰る。じゃあ早く乗れよ。俺の方がうまい。俺にとっちゃ最後に春が泳げるだけでも十分嬉しい。ほらそんなもんいいんじゃねえか。松野、確か、アナス君とみんな不幸になるよね。夜、ちょうどイラついてたところだった。あら、一人にしてくれ。Thank you.